首は金黒は、カモモクカモカスズガモ族に分類される鳥類。北アメリカ大陸中部で繁殖し、冬季になると、アメリカ合衆国、メキシコ、西インド諸島へ渡り越冬する。アメリカ北西部では、流鳥として周年見られる。日本での初めての記録は1970年京都府、亀岡市の平野沢池におけるもので、移行稀な冬鳥として、北海道、本州で、 時々記録されている。ヨーロッパカーボベルでも6個、日本などへ名義をした例がある。1977年に、篠ノバ池でも確認され、1984年以降7年連続で、飛来が観察された例がある。2007年現在までに1990年に、田辺市、1991年に、稲わしろ湖、1992年にシャ川川口、2006年に、 境港市の6地域で14例が目撃されている。1990年に陸前高田市でも目撃例があるが、童貞や携帯の記述が不十分で査読された論文で発表されていないことから不確実な記録とされる。また、2018年に町田市で2020年には横浜市朝日区で複数のカメラマンにより撮影されている。 体長約 40cm。翼長オス19.5から 20.6cm。メス18.5から 19.5cm。後頭部が盛り上がった独特の形をしていることで、多種と区別できる。オスの交際は脳央食。メスの交際は淡かし食。内陸部にある地上に生息すし、水面上で水草や甲殻類、水生昆虫などを食べる。 植物質傾向が強い。浮草や岸辺の水草の中に巣を作り、8から9個の卵を産む。放卵期間は26から27日。ありがとうございます。